い、皆さんこんにちは、愛吉でございます。今現在ですね、岐阜市にいるんです。国道156号線イチコロという国道にを走っております。船伏山トンネルですね、ここから。今日はですね、6月の初めぐらいでしたっけ、先輩からのお手紙をいただきまして、実は10年前、脳出血で、脳内出血で倒れまして、右手が麻痺しているんだと、まあ、そういうお手紙をいただいたんです。で、右手が麻痺しているもんですから、左手で、手紙を書かれたんですね。まあ、本当に苦労されて練習されたんだなという、まあ、こういうふうに思いましたけれど、まあ、それでちょっと顔見に行かなきゃいけないなというふうには思っていたんですけれども、もう35年ほど会ってなかったもんですからね、確か。お手紙というか年賀状のやり取りだとか、まあ、そういったものは していたんですけれども、で、まあ、私あの道の駅周りが忙しかったもんですから、なかなかちょっと行けなかったんですが、第2回目の道の駅周りに、それ帰ってきて翌日ですね、お電話いただいたんです。元気かっていう、まあ、そういうねお電話いただいたんですけれども、でそれで、行こうと思っていたんですけども、2週間経っていました。先輩があの岐阜に引っ越してからですね、1度か2度ぐらい行ったんですよ。随分若い頃ですよ、独身の頃です。で、まあそれっきりちょっと会ってなかったんですけれども、ようやく会えることができます。それからですね、ゴールドウィング、久しぶりに、超久しぶりに乗っております、ね。7ヶ月ぶりになります。ゴールドウィングのですね、ことはあまりブログ、元ブログで話をしたことないと思うんですけれども、ちょっと説明しましょうかね。ゴールドウィングはもう豪華装備でっていう、まあ、そういう皆さん言われます。で、まあ、確かに豪華装備なんでしょうね。まず何がついてるかというと、グリップヒーター、シートヒーター、それからクルーズコントロールに、大型のスクリーン、それに、ワイパーがついております。ウォッシャー液もちゃんと出ます。それからですね、スピーカーがついております、左右、それから後ろにも左右ついております。したがってラジオ FM、AM ラジオになります。で、スマホからの音楽も聞けます。それから、まあ、あまり意味ないですよね。今はもうインカムつければヘルメットの中で聞けますので。それからですね、あと何があるんだろう、まあ、特に、あ、ヘッドランプがですね、LED でも でもありませんけれども明るいです。それからヘッドランプの上下調整がついております。それからですね、車高調整ができます。車高調整というのはサスの硬さ調整ですね。まあ、そのメモリポジション、ポジションのメモリもついてますね。ですね、あとそんなもんですかね。車体で言えば左右のサイドボックス、それからリアボックスと、まあ、これは標準でついております。 F6B というのがリアボックスはありませんけれども、
ですね、あとはまあそんなもんですよ。別にね、なくてもなくても、うん、バイクは走るとそんなもん。まあしかしすごい快適です。排気量が 1800cc ありますので、すごい快適です。トルクがもうめちゃくちゃあります。山登る時でもですね、3速以下に入れるというのはよっぽど速度を落とさない限り入れることはありません。だいたいほとんどの山3速ぐらいで登っていくんじゃないですかね。ですね、でクッションもいいですよね。今新しい一番新型のゴールドウィングはですね、フロントがダブルウィッシュボーンですので、もっとクッションいいんでしょうね。でダブルウィッシュボーンだから、ホイールベースをですね短くできるという、まあ、そういう利点ありますね。まあ、そういった意味で、車両重量が減らすという、まあ、そういうことができますね。私のゴールドウィングは420キロあります。確か新型は380キロぐらいじゃないですか。で新型はもうほとんどね DTC でトルコン、ほとんどトルコン、まあ、マニュアルもマニュアル走行もできると思いますけれども走っていきますね。私のゴールデンウィングよりも楽ちんかと思います。一番欠点はですね、車両重量が重たいこと。したがって、まあ、昨日久しぶりに乗ったんですけれども、車体拭いて昨日乗ったんですよ。緊張します。走ってる時はいいんですけども、止まる時立ち動きしないかどうか、ね、緊張しますね。今でも緊張してますよ。止まる時は信号で止まる時、休憩でコンビニ等で止まる時、本当に道が平らじゃないですから、下が。まあ、足がべったりつくようなそういった、身長の高い人はいいんでしょうけど、ね、つま先が両方のつま先が やっとつくっていう、そういうね私みたいなものはちょっと緊張しますね。今日はどんな話で花が咲くか、楽しみでございます。それではまあこの辺りで、一度動画を止めたいと思います。それでは、先輩と会ってきました。お元気でしたね。相変わらず何にも昔と変わってないですよ。もう本当にね、不思議ですね。人というのはなかなか変わらないものですね。変わった方がいいじゃないかという、まあ、そういうふうに言ってるわけじゃないですよ。変わらないことがいいことなんです。元気な人がいつまででも変わらないというのはいいことなんです。病気をしても おかわりなく元気で、それは病気をすればですね、体がご不自由になるのは当たり前です。しかし心が不自由でなければいいですよ。元気であれば。奥さんも元気でした。相変わらず明るい奥さんでした。今日ですね、一冊の本をお借りしてきました。
まあ、実はあの長女を亡くしているんです、先輩は。で、その長女さんのことについて、書かれている本があると、まあ、家族の写真も出てました。まあ、そのご本がありますので、ちょっとお借りして読もうと、まあ、こういうふうに思っております。まあ、あの先輩が書いたわけではありませんが、先輩のご一家のことが要するに書かれているので、ぜひ読んでくれと、まあ、そういうことで本をお借りしてきました。まだ6時前なんですけれども、真っ暗ですね。もう早いもんです。今日一日乗ってると随分慣れてきました慣れてきました。7ヶ月も乗ってないと忘れてしまいますね。やっぱりすごいですよね。 1800cc のトルクというのは5速でもどんどん上がっていきます。加速していきます。これ5速までしかないんですけれど、本当に6速が欲しいですよね。だから今新型のゴールドウィングは6速がありますよね。ゴールドウィングはですね、あのシフトインジケーターはないんですけれども、5速だけはついてるんですよね。5速だけは。今オレンジのランプが2個ついてるかと思うんですが、左側のランプがですね、5速に入ってますよっていうランプなんです。だからこれ以上シフトアップしてもシフトアップできません暗くなってからの山道はダメですね。これ危ないです。曲がってますから、道が遠くが見えないじゃないですか。前に車が走ってくれればいいんですけれど、こんなところ通れって。これは困った。先に車に行かせましょう。うわ、眩しい。それではですね、真っ暗闇から皆さんとこの辺りでお別れをしたいと思います。それでは。